サッカーアイルランド共和国代表はフットボールアソシエーションオブアイルランドにより編成されるアイルランド共和国のサッカーのナショナルチームである一般的にはアイルランド代表と呼称されるが1922年にアイルランド自由国が成立する以前のアイルランド全域を代表したナショナルチームアイルランド代表及び後継のサッカー北アイルランド代表と区別するためここでは En, リパブリック・オブ・アイルランド・ナショナル・フットボールチームに習って項目名をアイルランド共和国代表とする。アビバスタジアムユニフォームの色は緑。国旗の色であり、アイルランドにキリスト教を伝えた聖パトリックが3位一体を問いた時に使用したシャムロックの色である。このシャムロックはアイルランド代表のシンボルになっている。ホームゲームは原則として ダブリンのアビバスタジアムで開催している。ランズダウンロードが回収中の時期は、ゲイリック体育協会が所有するクロークパークを一時的に使用していた。小国であり、また有望な選手が少年期より、イングランドやスコットランドのチームのユースにスカウトされて海外に渡ってしまうため、代表選手には国内でプレーする選手がほとんどいない。国内リーグの規模や予算も小さなもので、 トップの数チームを除けば、セミプロ状態のチーム、選手がほとんどである。また、ほとんどの代表選手は、国内リーグを経ずに、直接イングランドのプレミアリーグ及びその下部組織から、選手生活を始める。また、何人かの代表選手は、イングランド生まれ、イングランド育ちの選手であるが、アイルランド系の選手を積極的に発掘するという、 方針により多くの英国籍の選手がアイルランド代表に招集されている。2002年ワールドカップ直前キャンプにおけるチーム内部の衝突の原因の一つもアイルランド系英国人である監督のミック・マッカーシーとその出自に不満を抱くアイルランド生まれアイルランド育ちである首相のロイ・キーンとの対立であった。国内リーグの人気は低く、ほとんどのアイルランド人は 隣国のプレミアリーグ及びスコットランドのケルト系チームであるセルティック FC に熱狂している。W 杯や欧州選手権などでのアイルランドサポーターの多さは有名である。人口400から500万程度の小国にもかかわらず、地元での試合ばかりか、敵地や中立地での試合にも多くのサポーターが観戦に訪れる。三十四秒死でのアイルランドコールや、 ープレイには大きな拍手を送るなど、アイルランドサポーターの応援スタイルは、隣国イングランドとほぼ同じと言っていい。また、暴力沙汰を起こすことはなく他国サポーターにも、非常に友好的なため、各方面で絶賛されることが多い。現在のアイルランド共和国に相当するアイルランド26県が、AI 条約によって、アイルランド自由国として、イギリスから分離したのは、 1922年である。それ以前はアイルランド全島で統一された教会アイリッシュフットボールアソシエーションとアイルランド代表を有していた。しかしアイルランド26県がイギリスから分離したため、これらの地域では AI 条約締結後の1921年にアイリッシュフットボールアソシエーションから分離したサッカー協会が設立された。これが フットボールアソシエーションオブアイルランドである。一方で、アイリッシュフットボールアソシエーションはイギリスに残ったアルスター6県で存続したため、それまでの教会と、その教会によって編成されていたアイルランド代表の経歴は IFA と北アイルランド代表と呼称されることになった、ナショナルチームに継承されることになった。アイルランド自由国では独立後も、 条約容認派と反対派によってアイルランド内戦が引き起こされ情勢が安定しなかった。国内情勢が影響し国際試合の開催は遅れに遅れ、1926年3月21日に初めての国際試合がダブリンで開催された。相手はイタリアでこの試合でアイルランド自由国代表は0の3で敗れたが、これが 新興国家アイルランド自由国代表の第一歩であった。その後アイルランド自由国は1937年にエール1949年にはイギリス連邦から完全に独立してアイルランド共和国に国名を変更した。この間絶え間なく国際大会への挑戦が続いていたがことごとく退けられていた。W 杯は1990年のイタリア大会で 本大会初出場、ベスト8入りを果たした。1994年の米国大会でもベスト16入り。1998年フランス大会では予選プレイオフでベルギーに敗れ、3大会連続本大会出場はならなかったものの、2002年日韓共催大会の予選でポルトガル、オランダと同じグループという激戦区の中、オランダを蹴落として、 グループ2位となり、プレーオフに回る。プレーオフでは、アジア予選第3位のイランと対戦し、1勝1敗ながら、総得点で上回りに大会ぶりの本大会出場権獲得。本大会のグループリーグでは、ドイツ、カメルーンという、またしても激戦区を突破。決勝トーナメント1回戦では、スペインと対戦、1から1で延長戦でも決着せず、 PK 戦にまでもつれたが、2から3で敗退。2006年ドイツ大会の予選では、フランス、スイスなどと同組になり、イスラエルの躍進で激戦区となった。結果、2位とは、勝ち点1差の4位で敗退した。2010年南アフリカ大会の予選では、前回優勝国イタリアと2試合とも引き分けるなど、検討し、グループ2位でプレーオフへ。そのプレーオフでは、 フランスと対戦し、一勝一敗。総得点数並びにアウェイゴール数も並んだため、延長戦にも連れ込んだが、その延長前半に相手の決勝ゴールを許し、2大会ぶりの本大会出場を逃した。だが、その決勝ゴールは、フランス FW、ティエリ・アンリの左手に当たってのアシストによるものだった、ことが確認されており、物議を醸した。 その後2014年大会、2018年大会は、共に、欧州予選で敗退している。UEFA ユーロは1988年、西ドイツ大会で、初出場し、グループステージ最終戦で、引き分け以上なら、準決勝進出だったが、優勝したオランダに0の1で敗れて敗退。以降、5大会続けて、予選敗退となったが、 2012年ウクライナポーランド、共済大会で6大会ぶりに本大会出場権を獲得した。だが本大会では3連敗でグループリーグ敗退となった。2016年フランス大会も2大会連続で本大会に出場し、初めてグループリーグを突破したが、ベスト16でフランスに敗れた。ありがとうございます。